で、撮影が始まります。これで、例えば、今の状況であるとか、まあ、お客さんにお伝えしたい情報であるとかを、携帯の方で、まあ、例えば自分に向かって、カメラを向けて話しするのもいいですし、見てもらいたい商品、オートバイの部品とかを、映してお話しするのもいいですし、で、まあ、必要な情報を、短時間で、まあ、お伝えすることを、しまして、終了の場合はこの真ん中のボタンですね、このボタンを、押して終了。